ここですね。ここをレイダーが占拠してんのか。レイダーってか、まだわかんないですけどね。敵。お。かっこいい。かっこいい。グッドフィールズ教授。ようこそ。わあ、なんと、しびれる。おお、ケミストリーステーションとかありますね。ここで、あの教授は何をやっていたんだ。すごいなんか棒読みですね。棒読みっていうか、まあ機械だから当然ちゃ当然だけど。わざとらしい。あ、ここ教授のラボなのか。フリーって書いてあるから無料のロボットってことだから、なんか貸し出してんのかな。これ調べればいいのかな。やった。調べればいいの？おっと。もったいないですね、あんなやつに使うのは。もうちょっと。このピストルで十分でしょ。この水道は使えないと。いつまで言ってんだっていうね。ここには何もないと。何をすればいいんでしょうかね。安全にすればいいのかな。家を一軒一軒回って、それでいいのかな。お、あ、そうみたいですね。お、ローマーがいましたね。懐かしい。でもなんかグールもね、顔が変わっちゃって懐かしさをね全く感じないという。お、サバイバルガイド。お、これはモイラのサバイバルガイドじゃないのか。いいね。おお、動物を殺した後に得られる肉の量が増加しました。いらない。まあいいけど。よし。まあ一応取っときましょう。まあ、重くなったらね、捨てるということで。よし、こんなところかな。まだ安全にはなってないということで。なんか風車みたいなのありましたよね。ここじゃないな。あの教授はここを野放しにしてますね。完全に本当に役に立たないな。研究だけが友人なのかな。まだいるな。痛い。それはフェイクだったか。グールじゃなくてラットローチが本命だったみたいですね。よし、どうだい、俺は町の平和を守ってるんだ。今だ、町の平和を守ってるんだ。かっこいいって言ってほしかったな。よし、じゃあ、あのかっこいいっていう音声を取ってここに貼り付けておこう。かっこいい。よし、いいぞ。ここになんかマーカーが出てる。どうだ、ここを安全にする。 OK。 よーし、募集無線ビーコンを組み立てるということで。よし、どこにやんのかな。こっちか。あ、こん中みたいですね。あ、ここかな。
ちょうどワークショップがありますね。あれは何扱いなんだろう。あ、これですね。募集無線ビーコン。ここら辺に建てましょうかね。よし、OK。で、電気が必要ということで、なんかジェネレーターでもね。わー、なんと、しびれる。ジェネレーターをね、わー、なんと、しびれる。材料が足りない。まあ、ひとまずこれにしときましょう。で、こうやって、ワイヤーをここにつなげると。OK。これで検出したと。よし、これで OK ですね。スイッチもちゃんと入ってると。これで、プレストンに話しかければいいのかな。なんて簡単なミッションだった。一瞬で終わりましたね。ほんとなんかお使いみたいな感じ。お、パワーアーマーが表示されるのか、初めて知った。今までね、マーカーがあったけど、何の意味か分かってませんでしたね。もうあれですね。すっかり周りは暗くなってしまいましたね。こっちか。お、いたいた。なんだ？砂嵐でも来るのか。どうした？いや、終わったよ。収穫するとか出てますね。ちゃんと育ってるようだ。銃は大切にしろ。あんたを守ってくれるからな。嵐が来そうだよ。あそこの安全を確保し、無線装置も設置した。それは素晴らしい。家と呼べる場所ができたら、住民はそこを喜んで守ってくれるはずだ。いつものごとく、また調べてほしいことがある。また別の居住地がトラブルを抱えているそうだ。彼らはここにいる。救助してくれ。ミニッツメンが復活したことをみんなに知ってもらわなければ。オーバーランド駅。ミニッツメンが復活したよ。まあでも、前みたいなね、栄光を取り戻すにはかなりの努力が必要そうだけど。はい、ってことでね、嵐も来たことで、まあ今回はね、ここら辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。はい、皆さんこんにちは、まもるです。はい、このメタルヘルメットかっこ悪いですね。ちょっとね、買ってみたんですけど、このペイントメタルヘルメット、メタル、まあペイントされてるから赤なのかな。まあそこはちょっとよくわからないんですけど、この軍用ヘルメットの方が明らかにかっこいいですよね。かなりかっこ悪いことがね、よくわかったんで。はい、今回はね、このなぜダイヤモンドシティに来たかというと、このパイパーのオフィスに行くということでね。まあ以前その話しかけて、でそれで来るように言われましてね。でそれでまあ早速行くということでやっていきましょう。パブリックオカレンシーですね。いや、パイパー、調子はどう？ブルー。ブルー、何それ。なんでそんな呼び方を。ボルト居住者だから。今は青いジャンプスーツこそ着てないけど、ピップボーイとかそんな場違いな見た目しちゃってバレバレ。それで取引しない？インタビューしたい。体験談を記事にする。ダイヤモンドシティもそろそろ連邦についての外部からの視点を取り入れてもいい頃だし、それをやってもらって、こうしよう、一緒についていく。地上の世界になれるまで守ってあげる。内容は？どんなインタビューになる？どんな人間か聞いて、ここでの生活についての意見を言ってもらって、記事を面白くするために答えにくい質問もいくつかするかもしれない。どう？じゃあインタビューを受けよう。わかった、パイパー、受けよう。よかった。じゃあ始めよ。それでボルト出身ということだけど、
そこでの生活はどんな風だった？うん、ずっとね、魚みたいに冷凍されていたよ。家族みんな冷凍されていた。ボルトではそんなに長くは過ごしていない。あ、待って、冷凍庫に閉じ込められてた？ずっと？戦前から生きてたってこと？うん、何の戦争かもよく分かってないんだ。戦争？どの戦争だ？この世界を廃墟と放射能だらけにした戦争のこと。破壊される前の世界を見たことがあるってこと？ああ、俺はもうとっくにあんたより年上だよ。ああ、まあひいじいさんぐらいの年代なのかな。ああ、もう200歳を超えてる。大変。見出しは時を超えた男ね。連邦も見たことがあるんだね、ダイヤモンドシティ。昔の生活と比べてどう？時をかける少女みたいでなかなかいい感じだね。時をかける男。希望が湧いてくる。正直ここで生き残って世界を立て直そうとしている人たちを見ていると希望が湧いてくる。それってすごい話よブルー。絶対記事に書く。ところで息子さんを探してるということを聞いてる。ショーン君、息子さんの誘拐はインスティチュートと関係があると思う？インスティチュートってのはなんだ？インスティチュート？どんな奴らだ？それは連邦でも最大の謎なのブルー。奴らが誰でどこにいるのかは誰にもわからないんだけど、そこら中で暗躍してる人造人間。人造人間よ。秘密の研究所からインスティチュートの卑劣な仕事をするために派遣される。一人の人間をそっくりの人造人間と入れ替えることさえある。誰も疑いもしないようなスパイとしてね。悪いことは全部インスティチュートの仕業だっていうわけではないけど、その可能性はある。だから聞いたの。突然なんかわけのわからないことを言い出したらね、その人造人間のせいにして、でそれを殺したら、まあ、実際は普通のね、そのまんまの人だったということがね、まあ各地で起きてるみたいですね。関わっているかも。関わっているかもしれない。奴らの前では赤ちゃんだって安全じゃない。みんなにはどうしていちいち首を突っ込むのかって言われるけど、インタビューの最後にちょっと趣旨の違うことをやってみたいんだけど、ダイヤモンドシティに対して直接言いたいことはある？人さらいの脅威は連邦ではほとんど無視されてる。みんなそんなこと起こらないって思いたがってる。愛する人を失ったのに怖すぎて、あるいは感覚が麻痺してしまっていて探そうともしない人たちに対して何か言いたいことはある？誰も誘拐を気にしないのか。待て、ここではみんな誘拐のことを気にしていないのか？ええ、ブルー、気づかなかった？連邦で生活していると、いつかは誰かがさらわれる。知っている人ではないにしても、誰かが。でもみんな、いや、もっと悪いことだって起こり得た。レイダーやスーパーミュータント、フェラルグールに殺されるよりはマシだっていう。諦めてしまうの。だから読者に、あなたがなぜ歩み続けるのかを知ってほしい。触発されるかもしれない。さあ、何か言いたいことはある？一つずつやっていく。一日一日を積み重ねていくしかない。ただ歩み続けてほしい。みんなそれしかできない。みんなでできることをやっていくしかないもんね。読者も共感できると思う。これで終わり。まとめるのに時間がかかるかもしれないけど、この話はダイヤモンドシティで話題になると思う。とにかく一緒に行くって言ったでしょ。守ってあげるって。準備ができたら言って。この話が次にどうなるか気になるから。お、これでパイパーを仲間にすることができるということでね。まあパイパーよりガービーの方がなんか良さげな感じはしますけどね。ちょっとここサムネ用に撮ってきますか。よし、OK。